あら、あなたも傘を忘れたの。グンド、俺は当てがあんだよ。私も一人当てがあるわ。おーい、勝負ってことになるか。そうなるわね。つーか、なんで並ぶんだ。向こう行け。ずいぶんと嫌われたものね。昔は三人で仲良く遊んでいたのに、どうしてこうなってしまったのかしら。確かにガキの頃はよく三人でいたずらとかしてたな。お前が考えるいたずらはどれも刺激的だったけど、なんでだろうな。大人に怒られる場面にお前がいた記憶がねえんだけど。そうだったかしら。純一郎はどうして部活やらないの。運動好きでしょ。俺は友の家の道場で空手やってるしな。それに男子部と女子部に分かれるなら意味がねえ。あいつと一緒じゃねえならやってもつまんねえよ。あなた本当何なの。何がだ。もし友に恋人ができたら。あ、あなたはどうなるのかしら。想像したことはある。あなたがいない場所であなたじゃない男に寄り添って、あの子は顔を真っ赤にしてこう言うの。世界で一番お前のことが好き。